はい、魔法の箱研究所の島です。今日はですね、こちらエヴァー電子さんの FG30V、これを、アンプのインプットの手前にね使ったらどうなるか、まあワンボリュームタイプのアンプで、まあ、ボリューム上げると当然歪むんですが、まああのアンプのねインプットの手前に入れることで、まあ、その歪み加減はどういう風に変化をするのかをねチェックしていきたいと思います。で、僕は普段こっちのセンドリターンの中に、この FT30 入れてるんですが、まあ、それとはね、やっぱり挙動が違うので、まあ、ちょっと感じ取ってもらえたらなと思います。アンプのボリュームですね。もうこれほんとフルテンにして。でですね、このフェンダーのロックサンバイブロワーブ、まあ、リーシュなんですけど、もう本当にフルテンでボリューム10まで上げるとね、めちゃくちゃ歪むんですよ。もうハードロックとか全然できちゃうぐらい歪むんですけども、それがね、アンプのインプの手前にこの FT30V つないでね、まあ、ボリュームダウンしたらどうなるのか、ぜひぜひちょっと確認してみてください。ちょっと部屋で見てるんでノイズもね気になってはくるんですが、それをもう気にせずにちょっと聞いてみてもらえたらなと思います。はい、今バイブロワーブですね、アンプのボリューム10ですね。なのでもうノイズも結構出てるんですけども、まあ、アンプをフルテンにした状態からこの FT30V 少しずつ上げていきたいと思います。普通に弾くんだったらもうこれぐらい、もう今やったら1ぐらいなんですけど、まあこれぐらいかな。今ちょっとアンプのリバーブ入れたんですけど、上げちゃうともう強くピッキングできないんで、ここぐらいだとね音量かなり出ちゃうんで、まあ、そうアテネートさせるという意味であればもうギリギリこれぐらいかな。はい、で今アンプのボリュームが10なので少し下げます。今で8ぐらいですね。そうするとまあもちろんちょっと上げれる余裕が出ます。でもアンプのボリューム下げてるんでやっぱ歪みは減るんですよ。で純粋にちょっと音量を上げれるっていう状態になります。で、なのでちょっとねこうアンプで歪ました状態で、まあ、合ってないと音量を下げるというのはやっぱりちょっと難しいかなと思います。まあ、これセンドリターンのねボリュームついてれば、センドリターンでねこう音量感作ってでこうやって下げれることもできるので、前ちょっと動画にアップしたように、まあ、クランチとかは全然作れるんですけども、アンプのインプット前にねちょっと入れる状態だとやっぱなかなか厳しいなと思います。以上です。